もしもし。挨拶します。1個目さん、トシさん、6個目、7個目、9個目、12個目、3、ちゃ、タマさん、いらっしゃい。あと、クルーズ、どうも。ザ遊びまーす。配信お化けじゃないよ、全然。遊んでも1時間ぐらいだからね。いっぱい遊びたくても時間がなくてなかなか遊べませんね。白塗りさん、いらっしゃい。どこまで行きましたっけ。確か朝ちょっとだけ遊んだけど途中で終わったんですよね。24個目さんいらっしゃい。新しいゲームは今のところ興味があるものがない。まあまあまあ、バイオ7とサイコブレイク2が欲しいかな。ねえ、デモンズソウルのオンラインが来年の2月で終了なのかな。まあしょうがないね。だって攻略はね、RTA 勢がいるから結構やってる人いるけど、対人はもういないからね、やってる人。クルーズさんすごい早いね。また2、3分おきに来る感じ。よし、あの人をぶっ殺しちゃいします。Thank you.
ハイペース何が？あ、クルーズさんが？そうだね。最近なんかね、回ってくるのすごい早い気がするけど、なんか1延長につき1回来る感じなのかな？なんだろうね。どういう感じで回ってるのかはちょっとわからないけど、もしくはなんかあれなんじゃない、あのお船が何台か出てたりするんじゃない、お船が何台か出てたりするんじゃない、あ、違うかな、だから1、2みたいな感じで来るとか。もしその僕もですけど、最近グッドネイバーへ行っていない人は次の最新ニュースのことを知らないかもしれません。あ、そうなの。ボビっていう名前はご存知かもしれません。話も知らないと。やった。ちょっと面白い名前ですけど、でも彼女はグールなので、実際にそのともかくある話を耳にしたんですが、どうも、もう分からぬね、そう言われた。何かでかい話かもしれないみたいです。多分。わあ、なんか広くて分からないね。開いた。姿形もないそうです。それに聞いた話では、わわわ、見つかってるぞ。これ自体は大したことじゃないかもしれませんけど。そうなのかね。わお。わお、なんかめっちゃ戦ってる。え、どこ、どこで戦ってるの？ビションビション。あら。ワンワン死んだ。ワンワンの一匹二匹。ん？何がすごかった今。あ、そっか、上にいるのか。よし、こっちから行こう。うわ、食べたいぐらいで、食べたいぐらい、え、っていうことだ。食べてもいいけど死ぬよ。ちょっと間違えちゃったな、取るもの。2階にいるのか。カンボンリスじゃないから。誰だ、誰でしょうか。2階から、あ、ちょちょちょ、ここ開いてる。そうそうそう、いいね。ちょ、スレドさんいらっしゃい。誰かいるのか。誰もいません。いやー、言ってる。こ
私のとこ。2階行ってみよう、2階。わぁ。してますね。いきなり現れるとびっくりだね。うおー言ってる。いきなり現れるとびっくり。うわー、いきなり現れたライダーって書いてある。お前兵士倒した。全然気づかなかった。別に股間狙ったわけじゃない。レコーディングルームの鍵、ライダーのホロテープ、ライダーのホロテープ、自分のやったことを考えて階級を返上すべきだ。あの人は甘すぎるし、あの人が率いる奴らを見れば明らかだ。なんだと思ってるんだ、ガンナーだぞ。絶対なんかしない。それにあいつの処罰はなんだ。本部の最上階の警備だと。こっちはこんなに暗くて寒くて汚い地下に配置されてるってのに。明日朝一でキャプテンと話して思ってることを言ってやる。どうなるかわからないけど、もしかしたら転任されて戦闘に加われることになるかも。なんかよく聞こえなかった。うわ、なんかすごい強いのが書いてあった。安いのは置いてとっていいや、重いし。100円台なんてもう絶対置いてちゃってねえ、なんか怒ってた。なんでいいか、なんでいいか。53個見せるでしょ。 Well, I'm willing, I'm able, I'm frantic, much aliveWell, I'm 6 feet tall, I ain't so hand me down. Yes, I'm 6 feet tall, I ain't so hand me down. Well, I got a gal in town who calls me good rockin' brown. どういうこと？あ、さっきの人が？イエー。そんなに褒めてくれてどうするの？何も出ないよ。褒めたところで、褒めちぎったところで、どうするんだい？そうだね、かっこいいね。おかいひどくはない。広いね、エリア。2階に来たけど、1階の探索してから2階に行こう。こっち行ってないもんね。やっほー。わぁ。びっくり。
びっくりびっくり。それでは、なんていうか、予想外のニュースです。なんでも、ラビットさんいる、サイ。そうだね。なんて読んだらいいかわかりませんけど。6ヶ月ぶりって書いてあるよ。目撃されました。どうやら、ケンブリッジ警察署で窮地に立たされてるので、お元気ですか。少しの間、まずい状況にあったみたいです。でも、その時にですね、ボルト教授が、まあ、放送自体ほとんどやってないからね、久しぶりっていうか。とにかく、ボルト居住者が彼らを助けたんです。だから、もうすぐ彼らは、私も、放送ほとんどしてないんで。まあそんなもんじゃないですか。次の曲はルイ・ジョーダンのキープ・ア・ノッキンズ。あ、そうなんだ。好きですね。短いですし、みんなに時間帯も変わった。そうそうだっけ。あ、リセットしちゃった。そうだね。だって忙しいから。いや、放送は半年ぶりじゃないけど、やっても1時間できるかできないかやね。やりだしたら寝ちゃうから、疲れてどうしてもね寝ちゃうんですよ、体力の限界で。はい、さあ行こう。そんなに放送そんなにやってないから、まあ安心して見れるんじゃないですか。そんなに変わらないです。なんか急になんか放送のスタイルとか変わるわけでもない。わしはわしですので大丈夫でしょう。お、なんか誰かいるぞ。地元の中華料理屋さん。どういうこと。レベルアップでもさせようか。廃業しちゃった。廃業なわけすないだっけ。ウエーディエツEXP ボーナスの時の声。こんな感じでしょう。ああ、それ。まあ、似てなくはないね。してないわ。
しようかな。これも欲しいんだよね。でもパーシ、これが救出、あおしおおかな、骨を運ぶのはどうしようかな、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 何をあげようかな。男性の敵どうしようかな。これもちょっと欲しいんだよね。キングで失敗したかな。うん、大体欲しいの全部取っちゃったもんね。クリティカルメーターのチャージ率。うん、装備だね。装備の、アーマーモジュールプラス2かな。デモンズの退陣、デモンズの退陣が一番やってたんじゃないかな。でもまあ今だったらもうダークソウル1が圧倒的に多いかもしれないけど、2000時間ぐらいはやったんじゃない。多分放送もだってもうずっと対人放送しかしてなかったし、デモンズソウルのね、もともと全部ソウルシリーズは対人ですよ。攻略より全部、あ、間違った、対人の方が得意です。これでいいや。あとは流れになってるか、これ全然違うとこ行っちゃうのか。2階の探索してないね。2階の探索しましょう。ちょっと歩くの遅いからちょっと荷物を預けて。荷物を預けるよ。そうそうそう、ストーリー進むとね、曲も増えるみたいですね。うん、2階はどっから行くんだっけ。これでいい？あれ、どっから2階行くんだ。あ、これか。
っしょ、まっすぐ行って、あーサントラ欲しいね、これの。いや、あるのかね、わかんない。それじゃあ、もうこっちからも降りれる。良いニュースなんてどうです？もしほら、あなたが見ていなくて、うわ、いるじゃん、敵。私は彼を見たので、ただのまた聞きじゃないってわかると思いますけど。なあ、じゃなくて、ニコル・バレンタインが戻ってきました。結構長い間いなかったんですけど、私以外の人たちが、彼が死んだんじゃないかって考えて。あ、そうなんだ。破壊されたでもいいですけど、とにかくしばちゃんに彼氏ができて、彼と会ったことなんてほもー、はい、次に流そうと思ってたのは、エラ・フィッツ・ジェラルドなのかな。よいしょ、地雷も関係ないから取るか。あー、これ爆発するぞ。オッケー、わーわー、こっちまで来た。燃やせばよかった、気づかないよ。あ、サントラ売ってるんだ。丸焦げですね。いらないから。重いんだよね。ここら辺高く売れるからもう持ち帰ろうか。年末実家に帰ります。ヤゴさん、89個のさんいらっしゃい。Into each life some rainBut too much is falling in mine. 俺、実家に帰らせていただくや。毎年恒例の自動で。いや、一度もしたことないですね、そんなことは。別にいらないからさ。いいよね、作ろうと思ってないし。わざわざそんな、なんか。わざわざ彼氏欲しくないですね、邪魔になりそう。上に参ります。欲してない限りできることはないと思いますね。ワンナイトなどお願いできませんね。てか死ぬよ。そんな、なんかワンナイトラブとか言ってやりたいだけでしょ。別に風俗行ってきなよ、そんなん言うんだったら。そうだね、ラストナイトで、ね、またつくカマキリか。クモも食べるって言うけど、あれ、これな、クエスト何これ。通信施設でセンサーモジュールを探す。ここの中でセンサーモジュールを探さなきゃいけないんだ。センサー
あんこみたいに何かエナジーみたいな感じ。なんか人に見たらなんかありそう。うわ、ぶんな。うわ、誰かいた。わわわ、すごいことしましょう。すごいことしましょう。だってすごいことしましょうってそんな言い方で寄ってくるか。本人ではないでしょ。頭おかしい人だこれ。どんな顔してるの、こんな顔だって。明日に落ちてたかな。よし、重い。捨てていこう。レーザーライフいらないし本職ってどういうこと。じゃねえ、家ですか。え、うち、え、だってうちあれだよ、あの寝室一応寝室、あの常にパッて入れる寝室が2つあって、それぞれシングルが2個ずつ置いてあるね。で、あと、出したらダブルのベッドが一つあるのと、あと、あ、そっか、あれ捨てちゃったからなのか。ダブルの、布団一つと、あとシングルも一つあるのと、そうだね。来客用かな。まあ、部屋も完全に一つ余ってるしね。何にも使ってない部屋が一つあるのと、あと畳の部屋は使ってはいないけど、あの、洗濯物を干す部屋みたいになってる。で、あとは、あの、コシーさんの寝室っていうか、まあ、わしとコシーさんの寝室と、あともう一個は、あの、ゲーム部屋にしてる。ゲーム専用部屋にしてる。
なんでそんな広いとこにしたの？どういうことだって。だって一生住むと思ったら、まあ、そんなもんなんじゃないの。だって賃貸じゃないからね。賃貸じゃないから。嘘だよ。もうだいぶ前だよ。それでは、なんていうか、予想外のニュースです。なんでも、兵士の一団、ないと。よいしょ。なんて呼んだらいいかわかりませんか。前住んでたところは、あれだよ。まあ、別にそんな、そんなあれじゃなかったよ。お風呂場に干さないよ。なんか、なんていうの、毛だらけになるさ。なんか、ゴミが出るさ。嫌だよ、お風呂場に。別に、だって乾燥機もあるし、わざわざお風呂の乾燥機は使わないよ。え、その毛だらけじゃなくて、なんていうの、ほこりが出るでしょ。それはちょっと嫌だ。あ、なんかいる。あ、フェラルグールか。どこ？これか。よし、倒した。129個目単位です。あとは。なもんかね。入り口から入ろう。いや本当はでも角部屋を買いたかったんだけど、埋まってて買えなかったんですよ。角部屋はなんだろう、ちょっと広いんですよ。間取り、そうだね、ちょっと高いけど別にそのぐらいは別にいいかな。あと1階部分が庭付きなんですけど、なんか1階はなんか嫌だから買わなかった。空いてたけどね。相手はいましたけど、嫌なので買いませんでした。ちょっと待って、これどこ？こっち？和室はでも味の洗濯物置き場みたいになってるよ。そう、庭がね、ついてても、でも一回って言っても、やっぱり、ゴキブリが出るでしょう。いくら綺麗にしてても、やっぱり、ゴキブリが出そうだから嫌ですね。この下。これどうやって行くの？この下の部分とか。ね、やだよ。ここの階は、さすがに結構上の階だから、ないけど。いや、でも一回、なんか隣の家が結構汚い人で、
そっちのベランダからなんかタタタタタって走ってきたことがあるの、ゴキちゃんは。もうすごい嫌だった。ねえ、移住してくるんだよね。でもぶっ殺ちゃんしたの。いや、ぶっ殺ちゃんしたから、こっちまで来たから、ぶっ殺ちゃんしたから 138-1406-0 いらっしゃる。それからは一度も来てない。あ、ぶっ殺ちゃんした。グリル、ラットローチグリル、ラットローチグリルにして食べるってこと。ぶっ殺ちゃんしないと無理でしょう。寝れなくなっちゃうよ、入ってくると思う、考えちゃって気持ち悪い、うわーってなる。美味しかったじゃないよ。いや、寝れなくなるよ本当に、マジで嫌じゃない。なんかそんな、なんかどこにゴキブリちゃんがいるかもわかんないよ。無理でしょ、三村さんいらっしゃる。待って、うち脇ジョリジョリじゃないよ全然。前も言ったと思うけど、うちの家系だと思うけど、うちのババは生えない体質で、脇毛が。ババと、あの、おばあちゃん、わしのおばあちゃん。うちの、あの、お母さんとおばあちゃんは全く生えないの、脇毛が。超羨ましいんだけど、私はちょっとあのちょろっとあの産毛っぽい感じのものが生えるようになってしまって、まあ、多分あのジジのあの血が混ざったからだと思うけど。ねえ、うちのお姉ちゃんはすごい普通に生えてる。お姉ちゃんは、お姉ちゃんは、まあ、結構ジョリジョリしてるけど、私は母方の方に結構似たのか、すごい薄いよ。うん、そうそう、体毛は全体的には薄い方だと思う。髪以外、まあ、みんなは髪の毛だけ超薄いかもしれないけど、いやーじゃなくて、これどこの2000サーモジュールを探せって書いてあったけど、どこにあるの1000サーモジュール。1000サーモジュール、え、わかんない、薄い方なんじゃない、わかんない。まあでも5メートルぐらいはあるかな、まあ、5メートルぐらいじゃないかな。あ、怪しいぞこれ。マジで175個目さんいらっしゃい。それはそれは大変ですね。
みんながなんかそういう話題を振ってくるから、適当に答えとけばいいかなーと思って。もし、ダイヤモンドシティで暮らすのに飽きて、冒険とかに出かけたかったら、新しい選択肢ができたみたいです。北西の方角に、センサーモジュールどこだよ。外で生き残れるように。それにどうやら嘘つけ。ミニッツメも関わっているみたいです。阿部寛はコインザマン。もうとっくに亡くなった。見たことないか知らんけど。でも違うみたいですね。そのいいんじゃないですか。それではウラン王で大金持ちになる人々を歌ったウラニウムロックです。まあそのおかげで。僕たちはあまり場所をせんでしたけどね。いや冗談です、はい、いやどこに行けばいいんだ。センサーモジュールこれでしょう。んだからどこから行けばいいのか。先のあたりちょっとしてくるか。エレベーターでしょ。エレベーター上がります。下に参ります。183個目さんいらっしゃい。だってなんかねほらなんかこれ乗ってくださいになるんですよ。意味わかんないでしょ。乗ったら乗ったで乗ってくださいってまたなるんだって。35歳、ハゲさん、ヤイさん。あ、このラジオの人じゃない。いや、撮ってないよ、センサーモジュール。撮ってないよって、完了になってないもん。だから、どうしていいか分からない。おっさんの霊みんなの子え、それわし、え、もしかしたらだけどわしの放送から聞こえてるんじゃなくて、その今言った人の何かみさんが言ったかちょっとわかんないけど言った人の部屋にいるんじゃないの。センサーモジュール、いや、私持ってるのかな、センサーモジュール。あ、今ない、うつ。ない、ない。やはりね、あ、ハゲさんいらっしゃいって言ったっけ。どうも。ない。家に押し付けない。私なんか仲良くなりそうだからね、おいしいって。はい、ここに乗ってくださいになるけど、あ、でもなんかこっち、ん？どこ押します？上に参ります。妖怪様、あ、いいか。あ、2階の知らない、あってな、2階の部分にさっきの
のところにエレベーターじゃなくて上にいそうだね。ありそうありそう、さっきのとこありそう。透明のあの2階階段のとこでしょ。ありそうだね。草薙か、草薙剛がどんな感じなのかわからない。どこにあって、あ、これ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 、上、この上部分にあり、あり、あり、あるってことでしょ。どっから登ったらいいのかな、どっから登ったらいいのかな。階段がないよ、階段がないよよよよよよよ、階段がないよよよよよ、階段がないよよよよよ。あった、オッケー、あったあった。オッケー、あった。オッケー。あったはさっき通ったとこじゃないか。おいし、帰ろうぜ。エレベーター乗るだけでいいね。よいしょ。上に参ろう。オッケー。よいしょ。めっちゃ迷った。ルーフアクセス。オッケー。前回、自宅に戻りましょう。そうだ、メポンで結構いいのなかったか、ちょっと待って。今の曲はお楽しみいただけましたでしょうか。あの、興味を持ってくれそうな、そのちょっとしたニュースがあります。興味がなかったら1分ほど待てばまた音楽流しますので。
もしまだ耳にしていなかったらですね、そのもう聞いてるとは思いますけど、念のためグリーンテックの建物がですね、傭兵たちが住んでた、ああそうだ、ガンクリアしたわ。彼らの拠点みたいなところだったんですけど、今じゃ全員死んだみたいなんです。彼らはタフな連中だったので、その彼らを殺した相手はもっとタフってことですよね。そしてさらに、ってこれが本当かどうかもわからないんですけど、一回も噂ではインスティチュートが関わっていたかもしれないとのことです。でも聞いただけの話なので本当かどうかはわかりません。多分違いますよね。はい、とにかく音楽に戻しますね。次はルイ・ジョーダンですね。この人にはちょっとですけど共感できます。あまり人と話すのが好きじゃないので、but you can't come in. Keep a knocking, but you can't come in. Keep a knocking, but you can't come in. Come back tomorrow night and try again. Hey, yo.ソースが無限になる、すごい。まあ、リロード知らずってこと、別にリロードしていいしね。ダブルバレルとか、やばい、眠くて何喋ってるかも分からなくなってきた。ダブルバレルはいらない。you
まあ、眠ない、寝ます。ちょっと武器の整理をしたいんだけど、ちょっと眠すぎて無理そうということで、ね、お疲れ様でした。またよかったら遊びに来てください。お相手はトシでした。